ゆ芋川の、ちいひもか川うどん発祥地比、芋川うどんは、三河国芋川で名物だった、平内ちのうどん。東海道名所記に、三河の芋川の名平うどんについて記述が見られ、東海道中膝作林ンには、今岡村の芋川に、名物の麺類がある胸の記述があり、公職一大男にも、芋川という里に、平内うちうどんという名物がある胸の記述がある。 紀有商欄では、江戸のひも川うどんは、芋もうどんがなまったものと推測されている。芋もの場所については、玄刈谷市の今川町、今岡町、市、里山町と小説がある。愛知県名古屋市名物岸麺の起源は、この芋もうどんであるという説が有力である。森佐田万光にも、江戸で平内うどんをひも川と呼ぶのは、ひも川ではなく芋ものなまったもので、 名古屋では岸面と呼ぶ胸の記述がある。また、群馬県紀流市名物ひもかわうどんは、芋もかわうどんが生まったものとも伝えられている。芋もかわうどんは、明治時代に途絶えていたが、刈谷市の地域おこしグループが、試行錯誤の末の2007年に復活に成功した。ありがとうございます。